リハーサル進んでますか？リハーサルはもう、終わってます。動き自体は完成してますので、うちわは、あ、グッズか。うちわは事務所、チャパレルチームからの提案ということで、一回やってみませんかっていうことで、はい。うちわやってみます。ありがとうございます。あ、昨日、あとあれっすね。マイターンの音源。レオのラジオで解禁になりましたね。あれっすね、 Your Eyes Only サンプリングしました。ウェビ君が、プロデュースして作詞とかもしてね。秋の花粉はそろそろ来てますね。結構きついです。就活最終面接、頑張ってください。鹿の鍵の衣装です、ね。作ったん？すごいな。もう少しで合唱祭。頑張ってください。この曲やりますよね。ああ、トゥーザステージ？トゥーザステージは、やります。やります。タオル曲をやんないと。12月の今まで、ああ、言ってたやつね。今度打ち合わせするんですね、それの。結構やばいと思います。覚悟してくださいって言われましたからね。はい、結構やばいと思います。髪切ろうか迷ってる。おお、迷ってるんですか。切っちゃいましょう、バッサリ。バッサリ行きましょう。ちょってください。アンアクジュガラ、あ、インドネシア語や。テレマカシー、テレマカシー。瀬戸利どんな感じですか？内緒です。今何してますかってライブ配信してね。来年も J に見つけます。まだ今年終わってないけどな。体育祭頑張ってください。アクユタダリジェネレーション、インドネシア語ですね。昨日深夜4時にラーメン食べました。あー、やっちゃってるね、デブやデブ。MV どんな感じなんですか？どの MV ですか？あ、マイターンか。いや、結構いい感じだと思いますよ。この前撮りましたか。韓国のアーティスト好きな人、エスパ、エスパがいいです。エスパと何気にあれがハマってきた、ニュージーンズやっけ、ハイブのアーティスト。マイターン、ちょっと振りネタバレして、振りそんな簡単に踊れる振りじゃないんだよね。
まあ難しいかな。お前エスパーと会った。うわいいです。あれかカンコレや、カンコレちゃう TGC か。エスパー誰推しですか。みんな好きですけどね。ウィンター、TO1 とのコラボは明日じゃない、放送明日やね。なかなか面白いと思いますよ。はい、絡みまくってやりました。 TO1 TO1 に仲いいこと、いや、いないっすね。この前初めて会ったから。みんなナイスガイ。いい子たちでした。TWICE。TWICE はなんか、サナがいるからね。サナもダンス教えてたし、なんか、そういう感じで見られへんな。うん。すごい普通に応援してるって感じですね。うん、ハマってるとかそういう感覚ではないです。TWICE に関しては。ルセラフィムもいいですよね。チェボンちゃんがいいです。僕は。やっぱ髪短い人がいいってことですね。好きなケーキ、抹茶、抹茶ケーキ、アストロ、ちゃうね、ちゃうね。アストロは確かあれちゃうか。あかん、これ言ったらあかんかもしれん。言わんとこ、怖いから言わんとこは。アストロ。セブチは好きですか。セブチは、星くん。星くんのファッションが好きです。だからバレンシアガ着てます、最近。詳しくはないっすからね。別に。うん。めっちゃハマってるとかそういうのじゃないですね。いろいろこう、なんか勉強がてらちょっと見させてもらってるって感じですね。うん、やっぱ K-POP は、カメラの撮り方がマジでうまいっすね。天才、カメラマンが。振り付けに合わせてやったりね。ああいうのはちょっと見習わないとね。天才的。ダンス見せるのがすごく上手。カメラの撮り方が。うん。宮城で観光する予定はあります。うん、そうっすね。迫力はすごいっすね。やっぱ上手。そうやね。 MV もすごいっすよね。面白い質問。ベンさんもね、めっちゃなんか勉強で見てるから詳しいっすよ。 K-POP栃木といえば、栃木はもうなんか撮影のイメージしかないわ。撮影でよく行きます。ハイ&ローのあれっす。オープニングのシーン、僕と隼人のオロチ兄弟登場のシーンは栃木ですね。あれ栃木で撮りました。
ジオワンとの収録は楽しかったです。はい、茨城ね。千葉もよく行くな、撮影で。アリーナとドームどっちがいいですか？どっちも良さがありますからね。アリーナ近いから嬉しいですね。セットリストは変わります。これはもう何回も言ってますからね。変わります。ディズニーはあんまりね、行かないですね。好きじゃないんですよね、なんか。うん。お好み焼きパーティーするけど、呼ばれてないですね。これもたこ焼きパーティーの方が好きですね。たこかもんじゃ。新曲披露ありますか？あー、なるほどね。言えるのはやっぱ新曲をやらんライブがあんのかって感じですけどね、はい、これ以上は言いません。USJ は好きです。富士登山室ないっすね。隼人がこの前登ってたな。うん、最近龍斗くんと遊んでないっすね。やっぱライブが近くなってくると飲むことなくなるから、龍斗くん、うん、ストイックやから。ユニバの張り取りって何やっけ。ジェットコースター。どんなやつや。後ろもあるやつ。あ、こうなるやつか。ああ、あれか。あれは乗れます。あれ苦手な人苦手やからな、後ろ向き。あれの方が怖くない？ダイナソー足ブラブラなやつ、あれめっちゃ怖いな。アラン君乗って、アラン君手握ってきたからな、ビビりすぎて。小黒でアリーナ、ああ、いいっすね、アリーナ。ありがとうございます。またドームツアーもやりたいっすね。りょうたくんがドライブ企画、ああ、いいっすね。せっかく免許持ってるから。ダイナソー気絶した、気絶はやばいよ。気絶しながら乗ってたんじゃん、もうこんなん。大丈夫か。張り取りの方が苦手やわ。うん、怖い、あの後ろ向き。それだって分かります。うん、多分切り替わる瞬間が怖い。ダイナソー怖いよ。うん、楽しいけどね。ユニバの掘らないと行きたいっすね。ジェネコーで行ったな、一回。ハリドリ乗ったら途中で止まりました。怖っ。めっちゃ怖ない？途中で止まるって何があったんや。まあ基本僕絶叫系は乗れますね。乗れます。僕とリュウト君とアラン君は乗れるかな。結構レオとハヤタも全然乗れないし、絶叫系が。弟がユウトって呼んでほしいよ。ユウトくん、人文字違い。富士急も余裕っすね。昔行ったわ、富士急も全然行ける。お化け屋敷怖いっすよね、富士急は。途中でリタイアしようかな思ったもん。観覧車も好きっすね。うん、無理なやつないな。結構何でもいける絶叫系は。
海外のやつとか乗ってみたいけどな。ハウステンボス行ったことないな。バンジーもやってみたい。ジェネ7人の旅行企画みたいです。おお。みたいですか。まあ楽しみにしててください。旅行企画は実は話が進んでます。はい。これ以上は言いません。旅行企画は、とある話が進んでます。以上です。こちらからは以上です。やりたいって言ってます。うん、ずっと言ってるもんな。仕事やったら旅行行けるやろ言うて。はい、とある企画が進んでますので、旅行企画、はい、楽しみですね。シマスフェイム村もいいですね。旅行企画、はい、7人旅行です。誰か死人出るんちゃうかなと思って。7人旅行は結構やばいと思って。そうそう、仕事なら旅行行けるやんっていうね。仕事にしちゃえば。うん、修学旅行になりますね、多分。うん。今一番行きたいとかはもう海外や。海外が一番行きたい。海外。韓国は10月までビザなしで行けるんちゃうかな、確か。今。韓国行ってみたいですね。また韓国行きたいし、 LA も行きたいし、イタリアも行きたいし、行きたいとこいっぱい。フランスも行きたいしね。あ、ドバイも行きたいわ。うん、海外ね。もうそろそろ、まあもうワクチン3回接種済みやったらもう証明書いらんらしいよ、もう今。うん、スペインも行きたいっすね。サッカーみたいな。パリとロンドン、ジェネもパリとロンドンも行きました、ワールドツアーで。来週から実習、頑張ってください。タイも行きたいな。今バリとサイキック行ってるから。うん、韓国はすごい行きたいな。なんかランペが MV 撮ってたとこ、うん、あのホテル行きたい。そうなんですよ、今円安やから海外旅行高いんですよね。うん、地球グミ食べたことない。美味しくなさそう、あの色。体に悪いもん絶対あれ。海外ライブまたしたいっすね。30日までずっと休憩しよう。頑張って。苦手な食べ物はセロリです。はい、セロリが苦手です。セロリだけはほんまに壊れ。仙台、来週、そうか、あと1週間ですね。来週や、もうすぐですね。うん、楽しみです。ライブ久々や、2ヶ月ぶりかな。あ、セロリ、私は無理。一緒ですね。ゆうた、髪切る予定は、あります。明後日切ろうかな。明後日ちゃおう。え、明日リハやって、明後日ですね。ベニューやんな。そう、ベニューの時切ろうかなと思って、バッサリ。
ちょっと短くしようかなって。どない？どない？だベニューワンワンはちょっと髪短くなってるかもしれないですね。はい。ベニューワンワンって何時と何時やっけ？23時か。遅いねんなあれ。そうです、短くしようかなって。短髪ってほどでもないけど、短くしようかなと思ってます。髪色変える予定、まあ今んとこないけど、変えたいけどな。メイさんも髪型ね、かっこよくなってたから。うん、髪の毛は染めないですよ。紫のままちょっと短くしようかなって。なるほどね。金髪もやりたいっすね。でさ、パーマは僕かけれないんですよ。ブリーチしすぎて溶けんのよ髪の毛が。まあまた染めるタイミングがあったら染めます。はい、楽しみにしててください。うん、髪の毛はね、いつかまたプロデュースグッズでシャンプー出したけど、ああいうのちゃんとやりたいな。またプロデュースグッズじゃなくて普通に開発してやりたいなとか思ってるな。ああいうのシャンプーとトリートメントとカラー、ちょっとあるご縁で、すごいシャンプーの会社の社長さんとちょっと会えるかもしれないんで、ちょっといろいろ話聞こうかなって。どういう感じなのか。そう、韓国のやつを日本一なんか仕入れてるかなんか、すごい会社の方で、うん、ちょっと髪の毛系のなんか作りたいなと思って。うん、そうなんですが、今度ちょっとお話聞いてみようかなって、どういう感じなのか、そういうシャンプー事情。そう、まあ楽しみにしてください。ジネのこともやりながらちょっと個人のこともいろいろやっていくんで、カラーシャンプーいいっすよね。楽しみにしてください。てなわけで、今日はこの後 CL に行きます。はい。はい。CL は、登録しなくてもアプリダウンロードで生配信は無料で見れますので、アプリをダウンロードして、ぜひ見てください。よろしくお願いします。うん。はい、だからそろそろ僕も30歳になるから、本気出して覇王戦出しまくるんで、はい。はい、この後 CL で誕生日のやつらを祝ってやるんで、はい。よろしくお願いします。それでは、CL で会いましょう。はい。それでは、さよなら。